皆さんこんにちは。j l p a 競技の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。今日は球の創作時間についてです。プレイヤー A のセカンドショットは左の林の中に飛んでいきました。それを見ていたギャラリーとトーナメント関係者は、プレイヤーが来る前に球を創作しました。約2分後、プレイヤー A のキャディーが 玉があると思われる場所に到着し、玉を探し始めました。キャディが玉の捜索を始めてから1分後にプレイヤー A も玉を探し始めました。さて、このケースでは玉が紛失となる場合の玉の捜索の開始時間はいつでしょうか ?A、ギャラリーとトーナメント関係者が玉を探し始めた時点。 B. プレイヤー A のキャディが球を探し始めた時点 C. プレイヤー A が球を探し始めた時点正解は B のプレイヤー A のキャディが球を探し始めた時点です規則 18.2a カッコ1にはプレイヤーまたはそのキャディが球を探し始めてから 3分以内に見つけることができなければ紛失となるとあります。ですので、プレイヤー A が弾を探し始めた時点からは、そのキャディがすでに1分捜索をしていたので、残り2分の捜索時間が認められることになります。弾の捜索をする際は、正しく時間を計測することを心がけましょう。